アズの養蜂。どうもこんにちは、篠原です。今回はアズの養蜂について話したいと思います。はい、アズの養蜂ですね。まあ困ったことですよね、アズはね。まあ河川部薬になったらうわーって思うし、英語でも出てきたらまあ大体ですけど、どれやろうみたいな感じで悩むと。で、すごい困る。それがアズですね。で、このアズなんですけど、まあ、困ったちゃんなんですが、大きく分けて、まずは品種と、慣用表現でまず分けて考えるといいと思います。で、まず品種は何かって、接続詞か前置詞と、あと慣用表現、比較級とかのね、比較級じゃねえよ、比較の、原級でしたっけ、同じやつの時ですね、の時とか、あと、まあ、as soon as possible とかの慣用表現ですね、あの辺とかっていうのはもう、決まりも切った表現なんで、かっていう風に分けるのがいいかなと思います。で、接続詞なんですけど、これ本当は理由と時と比例以外にもうちょっとあります。もうちょっとありますが、情報とかありますが、まあ、正味大事なのはこの3つだと思います。理由、時、比例ですね。理由って何々だから、で、時っていうのは何々な時、で、比例っていうのは何々するにつれて何とかかんとかってやつですね。の、3つかなと思います。で、これ見分け方なんですけど、まずステップ1として、これかこれかこれかですね。これの3つを見分けるというのが大事です。ステップ1として、これかこれかこれと。で、大体悩むのが、これかこれだと思います。慣用表現として、いや、そんな表現知らんしっていう、そんな予報あったんや、みたいなやつとかっていうのは、まあ、これで間違えてしょうがないと。で、あと、これを知らないこともありますね。だから理由の用法があるの知らないとか、時の用法があるの知らなかったとかっていうこともあるんで、これ知らんのは知らんでしょうがない、覚えるしかないですね。で、特にこのまず理由ですね、理由、ごめん、で、まあこれ3つは見分けたと。まあ品種はもう分かるよね、これはもう分かるようにしてください。何品種がどれかっていうのは分かるようにすると。で、その上で、接続詞だってなった後、じゃあどうやって訳すんだってなった時に、この3つの中から選ぶという話になります。で、いや本当は接続詞もっとあるんですよ、もっとあるんですけど、代表的なのはこの3つで、多分この3つのうちのどれかだということで、難しいのがこことここは本当に難しいですね。で、理由の時って大体わかるんですよ。なんとかかんとかだからを入れてみたら多分大体そうなるんです。ところが、なんとかかんとかに触れてなのか、なんとかかんとかの時なのかって、これは本当に難しいよね。本当に難しいです。で、一応見分け方としては、まず一つが雰囲気、特に動詞の雰囲気です。で、なんとかかんとかな時っていうと、なんかその場感のある動詞で、例えばですけど、噛むとかインクリースとかディクリースだと比例のことが多い気がする。これは僕はそんな気がするだけで、統計取ったことないけど、例えばインクリースとかディクリースとか、だんだん増えていく、だんだん減っていく的な動詞が来てるときは多分比例だと思ってます、僕は。それでも間違えることあります。モアカイト見たら、あれ時で訳してるじゃねえかみたいなこともあるし、逆もあります。いやー、これ時だと思うけどなと思って、よくよく見たら比例だったみたいなね、とかっていうこともあって、で、いまいちなんで比例に訳してるのか、和訳見てもあんまり納得できないとか、っていうこともあります。で、庶民、この間違いは、しょうがないかなってある程度思います。だから、まあ、理由なのかこういう時間系なのかはとりあえず見抜くことができたと。で、こっから先どっちなのかは、まあ、どっちでも正解っていう可能性も高い場合がなんか見た感じ多い気がするので、この2つで悩んだら、まあ、自分の感性に任せるっていう感じですかね。これは当てないといけないですね。理由なのか時なのかは当てないといけない、理由なのか比例なのかは当てないといけないですが、この2つで間違えるのはちょっとしょうがないかなと思います。はい、ということで、意外とアズの用法ってそんなにいっぱいはないって分かりました。意外と接続しか前置しか慣用表現しかなくて、慣用表現はもう出てくるたびに覚えてください。あるいはネクステとかの文法書やって覚えてください。で、前置詞の方は何々として、アズはティーチャー、先生として何とかかんとかとかね、とかっていう用法しかないと、まあ思ってもらっていいと思います。辞書見たらなんかいろいろ書いてあると思うけど、と思ってもらっていいと思う。で、接続詞の方で悩んだら、まあ、こことここの区
別はつけるとしてこの2つで悩むのはもうしょうがないというふうに思ってもらえたら、意外とねこれでもう5個しかないですよね、意外と。なので、なんとかなるかなと思います。だから多分比較級のところで死ぬほどアズの表現習ったんで、すっげーアズっていっぱいあってごちゃごちゃしてると思いきや意外と単純だということでした。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。